男子 3000m 障害予選第4組トラックは男子 3000m 障害その最終組の第4組のスタートです。Thank you.
吉田さん、の1本目の次には小田穂香さん、そして内野倉さんと続きます。 男子3000メートル障害2000メートルの通過は6分06秒でした。先頭県立西宮、兵庫の弘君が引っ張ります。先頭集団現在4名。こっからが戦いぜ、こっからぜ、こっち入った、ここで落ちたら終わりぞ。 走り幅跳び、1組続いて鹿児島女子、上村さん、走り幅跳び続いて2組は涌井さん、大湊。 男子やり投げは続いて藤田祐樹と桑田が走り、その後には玉川陵と野田商業茨城へ控えます。 走り幅跳び2組、ビーピットは続いて函館、大妻、北海道の山本さん。男子3000メートル障害、北工業の鈴木君、残り一瞬になって飛び出しました。 世界に行きましたのは広く差を泳がます。最後、女子の花火、8組へ向かう大阪大島、山本さん。
勢で順位に変動がありました。スクリーンにはその4組写真判定の速報ラストラスト行われておりますが、速報が表示されております。一着が続き優秀秋田工業9分07秒90、2着広義樹君県立西宮兵庫9分10秒56、3着重野誠也君横浜神奈川9分10秒59、4着中上文宏君九州学院熊本9分10秒92、5着高崎博士君最強山口9分15秒35、6着鈴木亮平君坂田南山形9分22秒65、7着石井幸輝君大牟田福岡9分23秒03。女子走り幅跳び3区も後半に入ります。続いて飼い主東鳥取村瀬さん1組へですか。男子やり投げ、先ほど伊勢崎生命群馬から直樹君と残念ながら早畑でした。この後は加藤翔君との勝ちを受け、その後には三井氏、正文君、東京の後藤君、東京3000m 障害予選最終組の4組、その結果が表示されております。1着宇都木くん、2着ひろくん、3着重野くん、この3名が着順で進出を決めています。男子やり投げは松尾隼人くん白浜学園北海道の攻撃でした。続いては相澤浩介くん柏崎時は新潟。